ターいるよ。バルロン長所を確認しました。これよりガイド先手だ。あの不祥事の生々しいのは外面書を威嚇するためのようです。性格も攻撃的になっております。獲物を見つけると引っかかりなく襲いかかってきます。バルロンは頼んだ。行きつけ。この地域に突撃されるようになりました。身体で特徴が出ていたこともあり、忍法攻撃の攻撃がかかられた人間の胸の跡まさまさもあったことにかける。噂の地域に友達として魔鋼の開発によるスブル山の復活とバルロンの大が関係がありそうです。モンスターが弾けろ。逃さない。調査を進めてください。ここで決めよう。あ、逃げてもな。ミッションコンプリート。おめでとうございます。もしかして簡単すぎましたか。
戦っていく。ルチャーバック確実に連携しよう。任せなさい。外敵を仕留める術を身につけました。ここでられる。さあ行くよ。よろしくね。下がっていこう。砕け散って。そこである。昆虫から生成されているように、そのため摂取昆虫の種類について毒の性質が微妙に変化するのだとか。使用する攻撃には獲物の動きを止める効果があって、任せて。お手本見せてあげる。Hit!
連携しよう。お手本。見せてあげる。しました。これよりライトに対峙します。さすがはズーの王様。嘘嘘。トータル姿です。ズーの社会では明確な序列が存在し、最も体の多くの人がズームと呼ばれる個体となります。キングダムスカイ。群れを離れ、希望の長官を送ることにします。僕には次の世代のキングが育つ環境を作るため考えられています。詳しい理由は明らかになっていません。もう現在の謎をクリアしたい。下がっていろ。ダメだ。そこだ。気負いすぎるか。さあ行くよ。無茶はするな。連携しよう。準備万端。よっ。うん。へへへ。ビシッとね。はあ。へっちゃらん。され。どうだ。はあ。ついてこれたら褒めてあげる。マジ。うん。うそうそ。あらあら。ここからで。落ち着け。落ち着け。切り抜けて。こいつ切り。間に合わなかった。
油断したな。ここで仕掛けるつないでいくと決定。覚悟しろ。逃がさないよ。もう一丁だ。おまけだ。
ろ、そこ。行くよ。はっやっ、だない。村の外にクロマントたちが出ていかないように猫がゴロゴロ言ってるでしょ。ありがとう、カフェね。いらっしゃいませ。良い旅を。じいさんに届ける？
確実に。砕ける。はいはい、油断したな。ここで仕掛ける。お手本に任せて。じゃあ行くよ。新たなコンバットコースを作ることができる自信作なんです。すぐ終わる。ニブルに残る伝承によれば、オーディンが持つ鑑鉄剣はあらゆるものを断ち切ると言われています。これでニブルにあるクリスタルはオーディンにさらに強くなる。あ、でもクラウド、まずはバトルシミュレーター。おお、
チョコボそうじゃ嬉しいので、これをこの草をのチョコボの羽と一緒にそいつをギューッと絞り取ったのが、それが万能薬なの？いや、ただの嗜好品じゃ。こんなじじい、シュ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 。そうじゃ、チョコボそうがまだあるなら、あとは見せ場をやっとる助手に渡してくれ。それなりの礼はするんでな。仙人、どうか父さんの話を。まだじゃ、あと一つやらねばならない。やっぱりひどいこと言うの。しっかり学んでおいて。どういうことだ？機種能力を鍛えて、シレナの捕獲を通じてチョコボの気持ちを読む。シレナに乗って海を走ることで。どうじゃクラウド？実感がない。それは困った問題じゃの。やはりもう一課題やらねばな。いわば最…また？いや、いい。よし、お前さんにはシレナを買い…クラウドが勝ったら…よかろう。せいぜい…クラウド、準備ができたら声をかけてくれ。チョコボソウがあったら…ありがとう。また羽も交換していくかい？仙人の相手はものすごく大変だと思うけど。クラウドさん、ニブルエリアの調査はこれにて完了です。現在の信頼、魔法と関わり、意義あるレポートの提供ありがとうございました。手っ取り早く
やってやる。はっ、蹴る。チラッ、はっ、ガッガッ、チラッ、この蹴散ら、連携しよう。いざ、はっ、チョコボのように舞い、トンデリのようにキャッシュ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 、失敗した時のデータもしっかり活用。次は、どこでクラウドさんとお会いできるのか、今からワクワクしています。外に出るならお気をつけて。何ですか？あんた、ここに昔住んでた人だろ？面倒は起こさないでおくれよ。もう来ないでほしいね。俺の人気は、僕はミッドガルです。精一杯働くぜ。ですよ。あいつらって優しく話しかけても反応ないし。Thank you.
いらっしゃいませ。良い旅を。村のクラウドさんのおかげで。しかし他のエリアのレポートもよろしくお願いしますね。
けてね。下がってね。行くぞ。気をつけて。お手並みよろしくね。そっちはまた準備万端。下がっていろ。続けていくぞ。ピパ。せーの。ここだ。よっかも。おしまい。やっといけない。戦略でいけるかな。さあ。謝っても遅いからね。まさかオーディンに勝ってしまうなんて。一つのミスが命に直結する高次元の攻防に、これからは全てを断ち切る斬鉄剣が皆さんの未来を切り開いてくれるでしょう。それでは引き続きは ワールドレポートをよろしくお願いします。最終試験。
これは予想以上の結果じゃわい。お前さん、もっと今更だな。いやはや、とんでもない怪物レーサーを生み出してしまったやもしれんの。仙人、約束通り。ちょうどお前さんぐらいの年じゃったかの。二人で弟子にしろと押しかけてきよった。わしは隠居しとったから相手にせなんだが、勝手に居座りよってな。仕方がないので適当に雑用を押し付けたのが始まりじゃわ。別に普通の暮らしをしていただけじゃよ。掃除やら買い出しやら屋敷の修繕やら、いろいろと修行してもらったの。その合間に勝手にチョコボの生態を調べたり、書物を漁ったりしておったようじゃが、チョコボ育成についてよく言い争っておったわ。決して仲は良くなかったの。やっぱりチョコボ育成についての思想が根本的に違うんじゃ。よく討論が殴り合いの喧嘩になっておったわ。ただチョコボにかける情熱だけはお互いに認め合っていたようじゃった。心の底ではつながっていたとわしは思っておる。少しは心の整理ができたかいの。どういうことですか。お前さんの怒りに満ちた瞳を初めて見たとき、こやつに必要なのは知識や技術じゃないと思っての。まずは邪念を取り払い、今一度己を見つめ直す時間を与えようと考えたわけじゃ。だから掃除をさせていたのか。いかにリングリンに何があったのかは、お前さんがサムを憎む気持ちはよー。しかしそのお前さんは何のためにチョコボを育てておる。僕は父さんや母さんが家族みんなでチョコボ。それでよい。その記憶を消し、ゴールドカップにはサムも出るじゃ。はい、いろいろありがとう。これからゴールドソーサーに戻ってチョコボの最終